相馬判事相馬判事から1946年1月7日は、明治政党、明治政家の創立者の一人。1903年に東京高等工業学校の教授となり、1906年に教授を辞めて明治政党の設立に加わり、1916年に明治政家設立に加わり、1923年から1942年まで明治政家会長。砂糖業界四巨頭の一人と言われた。犬山藩の居城犬山城相馬判事の元の姓は田中であった。田中家は代々犬山藩の家臣であり、判事の父、伊予は田中屋七代目で、家禄59票。母は尾張藩士、加藤平八郎の長女八重子だった。田中判事は三男として1869年、尾張国庭郡犬山町に生まれた。父は明治維新を機会に、士族の商法を始めるが失敗、家は困窮を極めた。判事4歳の時に名古屋市に移り、その後も市内を転々とする。母は判事5歳の時に死んだため、祖母を母代わりに育った。1876年、判事は家業を手伝いながら、地元の新道小学校に入学するが、家計補助のため1883年4月には退学し、15歳で幅下榎小学校の助教となる。判事自身の回顧によれば、当時15歳の教員というのを分けうというほどでもなかったが、月給1円20銭は発給だった。判事は現状を少しでも良くしようと努力した。1884年に小学教員学術検定試験を受け合格、まま現小学校にて月給6円となる。この地では一人暮らしとなり、自炊しながら、昼は子供に教え、夜は村の青年を集めて、漢学や数学を教えた。後に、東京に出た後は故郷に一度も戻らない判事だったが、この時には再婚して菓子箱作りの内職をしていた。父に会うため、毎週土曜家に帰っていた。高志家痴漢時代の判事1885年、さらなる向上を、目指し、少年を、慶応2年と偽って、陸軍共同団に合格、上京して共同団の不評価、第3中隊に属する。教練場所は当初日比谷、後に河野台だった。当時の訓練生活は極めて厳しく、判事と同期で5中将にまでなる、構成兵庫は、茂なる軍旗の下にほとんど、足腰立たぬほど、過激なる訓練を受けしことは今なお忘れざるところなり、と語っている。相馬は、後年に何度か、精神的、肉体的困難に出くわすが、軍隊生活の時を思えばいかほどでもないと、たびたび日記に記している。1886年、陸軍共同団卒業。歩兵二等軍曹として、東京鎮大歩兵第一連隊付となる。卒業後も、理化学と数学、外国語を独学し、1888年に陸軍士官学校の受験を申し出るが、上官に、将校たる資格がないためとの曖昧な理由で受験を許可されなかった。当時の友人は受験勉強のやりすぎのためではないかと推測している。ただし途中退役することはできず、軍隊生活を続けた。当時の上官に井上光、田中義和などがいる。1888年に一等軍曹。この間にも東京正門学校で商業簿記を学び、1889年卒業。1891年に陸軍を満期除隊となる。1891年、神田区今川浩二の経過士官に入学。1892年、東京工業学校を年齢上限ギリギリで受験して合格、応用科学科に入学して、手島誠一に学ぶ。判事は手島を、後の上司小川吉と共に二大恩人に挙げている。ところが1894年、日清戦争のため、第三師団に応召され休学、伊勢山田で伊勢神宮の守備に当たっている。1895年に復学、1896年に最優等で卒業して、東京工業学校の助教授、応用科学科工場長となった。数え27歳である。なお、東京工業学校入学の頃から手帳に日記を、つけるようになり、相馬の死の前年まで続けている。かなり後年のことになるが、自分は毎日手帳に日記をつけているので、家にあっても仕事をしているのだ。仕事は追われるのではなく、追いかけなければならないと部下に述べたこともある。ノイハルデンスレーベンで研修中のハンジ1898年、下留清子と結婚、下留ハンジとなる。1899年、父死去。同年5月26日、手島誠一の推薦で、文部省より石油業及び陶業を研究のため3年間の海外留学を命じられ、カイロで東南アジア、ヨーロッパ、アメリカを回った。ブラウンシュバイク高等工業学校でのハンジ、留学当初、ハンジは砂糖についてほとんど何も知らなかった。まず2月、ジャワ島で陶業試験場、製茶工場、錫工場などを視察。スエズ運河を通ってヨーロッパに渡り、主にドイツで各種工場を視察する。10月から翌年1月までは500マルクを支払い、ノイハルデンスレーベンで住み込みで研修を受ける。同地は田舎であったが、同工場は化学技師、機械技師を送れんが3階建ての近代工場だった。ここでの製法は、サトウキビの洗浄、浸出、骨炭ろ過を行い、蒸発結晶化するというハンジにとって複雑なものだった。1900年1月には、ドイツのブラウンシュバイク高等工業学校の化学部に入学、砂糖とその原料について講義を受け、実験室で糖蜜の研究を行った。この頃には、日本の陶業関係者の間でいくらか名が知られるようになり、かつて札幌製糖の経営に失敗した上村清三郎がハンジを訪ね、失敗に対するハンジの見解を尋ねている。札幌製糖の失敗は、一般には札幌の気候が天才栽培に向いていなかったためとされるが、ハンジは小規模生産によるコスト高についても言及している。ハンジはさらにアメリカに渡り、1901年10月からミシガン大学化学部で砂糖を専攻した。当時、アメリカで砂糖を学べる大学は2校のみであり、ハンジはここで砂糖の合成と糖蜜について研究した。ハンジは当初から修士号取得を目指し、1903年4月に終末試験を受験、有機化学、製造化学、分析、冶金について口頭試問を受け、合格。ハワイ経由で製糖を見学し、帰国。留学期間は3年5ヶ月、費用8791円の官費留学だった。帰国後の6月に正式に理学修士の学位を受ける。1903年に東京高等工業学校に助教授として初登校する際、女の乗るような自転車に颯爽と乗る洋行帰りのハイカラスタイルであったのを学生に目撃されている。丸の内にあった明治製糖本社日清戦争の結果、台湾は日本領となり、日本政府は1895年に台湾総督府を設けて現地の近代化を図っていた。中でも製糖業は、それほど豊かとは言えない、日本財政でも台湾でできる重要産業だった。台湾総督府はこのため1896年に、ローズバンブー、ライハイナなどの新品種をハワイから取り寄せている。1898年に、児玉源太郎が台湾総督となり、後藤新平が民政長官となってからは、統治方針の重点を怒号鎮圧から、産業育成へと切り替え、新渡戸稲造を招いて、製糖奨励法を作らせ、現地企業として台湾製糖を設立させたが、収益は小さかった。一方、ハンジは1903年7月2日付で、東京高等工業学校教授、応用化学科工場長となる。同時に、大蔵省から内地陶業の状況調査を命じられている。さらに、台湾総督府からの嘱託で台湾の製糖業の視察も行った。一方私生活では1904年長女春子が生まれ、1906年に姓を下留家の本姓相馬と改めて相馬ハンジとなった。相馬は1904年台湾総督府臨時台湾糖務局技師を兼務することになり、冬の製糖期間のみ台湾で技術指導を行うことになった。相馬は台湾の製陶業が進まないのは、製陶会社がいずれも小規模であり、陶業を行うには生産性が悪く、コスト高につながっているためと考えた。また、相馬の分析によれば、当時、日本の砂糖消費量500万トンに対し、国内生産量は200万トンに過ぎず、また、日本人一人あたりの砂糖消費量は、欧米人の5、6分の1に過ぎず、今後大きく需要が伸びると考えた。そこで、相馬は、1日数百トン規模の大規模な製陶会社を作るよう、同郷の小川基地に進言した。もっとも、相馬の当初の構想は、故郷名古屋に製陶工場を作ることだった。相馬らははじめ、小川が関わっている大阪製陶に話を持ちかけたが同社が大日本製陶と合併したため、諦めた。明治製陶の初代社長、小川義商船は、むしろ国内よりも台湾で事業を起こす方が望ましいと考え、臨時台湾陶務局長の宿辰巳に掛け合って、粗陶を作る新会社を起こすことにした。宿は台湾に純民間の製陶会社を作るのは時期尚早と難色を示すが、小川は民政長官の後藤新平の説得に成功。結果、1906年、渋沢栄一を相談役、小川を取締役社長、相馬を専務として明治製陶が設立された。株主は1300株の相馬が筆頭で、500株の渋沢、小川がこれに続いた。相馬はこれに合わせて、東京高等工業学校教授などの官職を辞している。相馬は幹部に台湾総督府の人物を数多く招いた。臨時台湾陶務局長の高木哲夫、淡水税務署キールン支所長の有島健介、食産局陶務課長の藤野剛、台湾銀行の江口忠清務、元総督府民政長官の内田義吉、宮尾俊一などである。後々まで相馬を支えることになる有島健介の入社は1908年だった。小川は日本郵船の出身で書類の字が汚いというだけで怒鳴りつけるという風の強直な男だった。小川には傲慢な一面もあり、官僚出身の相馬が明治製陶の重役になると会社の目方が軽くなるとしてやや難色を示したが他に適任がいないため相馬に決定した。主な分担として、小川が東京本社を、相馬が台湾事務所を見ることになった。小川は相馬の14歳年上であり、相馬を軽くあしらうようなところがあった。例えば、社用で尋ねる、相馬を寝不足を理由に追い返すことも数度であった。相馬は癇癪持ちであったが、小川に対しては従順であり、東京高等工業学校の手島誠一と共に、恩人と呼んでいる。もっとも、小川は部下に対しては、上司に意見を言う場合には、一気に通さず、相手が納得するまで手を変えて無理せず交渉せよとも語っており、気配りのできる人物だった。明治製陶所相馬は1909年から台湾での工場建設に着手、まず、小製陶所に着工した。土地も農耕条件や水利交通を考慮して相馬が選定した。機械は、相馬自身が欧米で買い付けたものだった。この視察中に相馬は落馬して一晩人事不正になったり、マラリアにかかったり、使った港に荷役設備がないため運んだ機械が溢れて荷揚げができなかったりと苦労をしたが、相馬は回路録に、この間における私の苦心努力は相当大なるものであったが、在滞中の苦労同様、前途の希望のため何らの苦痛も感じなかった。思うに、私はどこまでも趣味の人にはあらず、鉄頭鉄尾労務の人とも言うのであろうかと記している。翌1910年からは、小製陶所と並行して蛭頭製陶所を着工、さらに1912年明治製陶所を作った。当時、台湾で作れるのは主に粗陶のみであり、製陶は日本本土で行うのが、一般的だった。そこで、相馬は1912年、横浜製陶を合併して、川崎工場とし、1913年には中央製陶を合併する。ただし事業拡張は順調なばかりでもなく、1913年に自身が相談役を務めると6政党の合併を東洋政党と争い失敗している。1915年、会長の小川が老齢のため退職し、相馬は47歳で専務取締役社長となった。有島は宮尾俊二と共に専務となった。業務としては、有島は小川の後任であり、東京事務所からほとんど動くことはなく、台湾は引き続き、相馬が見ていた。相馬は何事も徹底してやる癖があり、有島健介に鳥を割くに牛刀をもってするのかも人に与えると評されている。また、会長の小川と共に業務最優先を徹底した。例えば重役に対し、一般社員より早く出社し、一般社員より遅く帰宅するよう指導し、人材配置はコネを配して適所適材に努めた。相馬判事を長年支えた有島健介は慶応4年8月12日に、鹿児島県薩摩郡平助郷平助村145番戸に、第5子、次男として生まれた。父は、士族で医師だった。14歳の時に、兄と姉を亡くし、16歳の時に、父が病死する。造紙館で学んでいたが、家計の都合で中退し、17歳で上京、24歳で、大蔵省に入省。28歳で台湾総督府雇いになり、29歳で大蔵省を退省し、台湾総督府に正式に入府。1907年に明治政党ができると、翌年に官を辞して明治政党に入社する。有島は東京事務所勤務となり、台湾にはほとんど行かなかった。有島のあだ名は、のれんであり、自身の案を、独裁的な相馬に蹴られても、ああ、そうですかな、と受け流せる人物であり、部下の提言に不満があっても怒るということがなかった。ただし軟弱な性格ではなく、薩摩隼人の気迫と温厚誠実さを持っていたと評されている。有島は、相馬に相談や報告をする際、相馬がどれほど進めても決して椅子に座ろうとせず、姿勢を崩さずに話をするような律儀な人物だった。有島は相馬よりも一つ年長であり、普段は部下を呼び捨てにする相馬も、有島に対してだけは、有島君と敬称をつけている。相馬と部下の間に立つ有島は、良い提案があれば、部下に代わって粘り強く、相馬に交渉する役割を持っていた。また、相馬が部下を叱った時に有島はしばしば取りなし役を務めた。また、相馬は部下からの相談に対して、即決でイエスかノーかの結論しか言わなかったので、有島がその理由を丁寧に説明することもしばしばだった。カルミンは1921年に販売開始された明治製菓初期製品の一つ相馬は、明治製糖の社長に就任すると、経営の多角化に乗り出した。1916年に日本、グリスリン工業株式会社、日本原毛株式会社、大正製菓株式会社を、次々と設立する。大正製菓株式会社設立の背景には、第一次世界大戦があった。大戦の影響で、ヨーロッパの製造業が大打撃を受け、菓子のような必需品とは言えないものは、アジア各国に輸出されてこなくなった。当時の日本の大手洋菓子メーカーは、森永製菓と東洋製菓ぐらいであり、日本の需要全部を賄えるだけの生産量ではなかった。相馬は、砂糖の消費先として、そこに目をつけ、製菓会社設立を決意した。ところがそれより、わずかに、先、浜口六之助が1916年8月に、資本金100万円、払い込み資本金25万円で、東京菓子株式会社を創立し、社長となっていた。これに対して、明治製糖は、資本金150万円、払い込み資本金37万5千円で12月に大正製菓を設立、すぐに東京菓子に合併話を持ちかけ、東京菓子を存続会社として合併を成立させる。東京菓子は大久保町に本社兼大久保工場を作り、キャラメルやビスケットなどの製造を始めた。東京菓子の設立により、森永製菓は資本金で業界2位となった。資本力の大きい明治製糖系の製菓会社は森永にとって脅威であり、一部の森永専属特約店の離反騒動も起こっている。社長は引き続き旧東京菓子系の浜口六之助が続けたものの、株式の過半数は明治政党が握った。経営陣は社長、専務は旧東京菓子系、平取締め役は旧東京菓子系と明治政党系とで4名ずつとなった。1918年3月14日、明治製菓で旧東京菓子系の役員のうち、取締役5名、監査役3名、相談役1名の9名が退職し、旧東京菓子系の役員は、浜口社長と平取締め役、監査役各1名のみとなり、4月4日には資本金200万円に減資となった。浜口社長も、翌1919年に平取締め役に降格、相馬の補佐役有島健介が専務として、東京菓子のトップに立った。相馬は、明治政党では、有島の上司だったが、東京菓子では引き続き平取締め役を務めた。相馬はさらに1918年、ゴム栽培にも手をつけ、本社を東京、ゴム園をスマトラ島とするスマトラ工業を設立している。1920年には、商社部門である明治商店創立、相馬は相談役となる。明治政党は、製糖業にとどまらない大企業へと発展し、グループ企業全体を称して大明治と自称するようになった。ただし、何にでも手を出したわけではない。例えば部下がマカロニの製造販売を企画段取りし、有島の了承まで得て、相馬の決裁を仰いだが、うどん屋の真似はせんとの一言で否決されている。また、牛肉の大和に缶詰の販売に対しても、相馬は、子息のものはやらんと否決している。1923年9月1日、関東大震災が発生する。震災により、明治政党の大手代理店増田屋が倒産し、明治政党に数百万円の損害が発生した。相馬は、明治政党社長の辞任を申し出るが古老重役に引き止められている。同じ1923年、長女春子が婿養子年を迎える。一方、東京菓子は、創立7年を迎えていたが、一般消費者相手の商売は難航を極めていた。そこで、相馬は1923年12月27日の定期株主総会を機に会長としてトップに立ち、自ら先頭となって菓子部門の改革を決意する。翌1924年3月から10月まで欧米視察を実施、外遊中の9月1日に称号を、明治製菓と改めた。ただしその後もしばらくは苦戦が続き、民好みは名刀の癌なりとまで言われた。相馬は欧米などでの知見から、菓子販売には商品形状、意匠、商品陳列、広告が重要であると考えた。広告として、例えば1921年に電車の釣り広告を実施、1923年には宣伝誌、スイートを発刊。1924年には、福岡日日新聞で、懸賞標語を募集している。カカオ豆からのチョコレート一貫製造を、日本で初めて本格的に言ったのは、1918年の森永製菓であるが、明治製菓も日本では2番目。1926年に、チョコレート機械を輸入して、据付、ドイツ人技師の指導で生産を開始している。1927年蔵前工業会理事長に就任。1928年、関東大震災の際の寄付の功績により、紺綬褒章、さらに東海への功績として、藍綬褒章を受章した。1929年、相馬は練乳製造に着手するため、明治乳業を設立した。同年、相馬は還暦となり、社員有志から胸像を贈呈され、翌年に自伝、還暦正記を出版する。相馬は還暦正記の編集を旧来の友人、杉村蘇人館に頼んでいる。相馬社員に対しては厳しく、婿養子の俊夫が明治政党を病気退職となった知人を再雇用するよう相馬に頼むと、その種の病気で半年や一年の療養で復職した者は成績がどうも面白くない。病気退職であるから全快すれば、就職の点は何とか考慮するが、今のところではその申し出は跳ねつける。今復職させるのは本人のためでないからと答えている。また、定規を当てて直線を引くことは容易である。しかし、我々が世の中に立ってことを処理していくには、フリーハンドで直線を引き得るように心がけなくてはならぬと教えている。これを、敏夫は、人情味をもって仕事をせよ、しかし曲がったことはするなと解釈している。また、職人にも声をかけるような人柄であった。相馬は、社長室の壁一面に明治グループの重役の名札をぶら下げており、暇さえあれば、それを睨んで、新しい人事を考えていた。同年、政党各社の競合による砂糖過剰供給を防ぐため、政党カルテルとして砂糖供給組合が成立する。しかし、組合規則は急変する状況についていけず、1933年にはカルテル破りをする企業が続出する。この際、台湾政党の竹地直道はカルテル維持を主張し、大日本政党の藤山愛一郎はカルテル廃止を主張した。そこで、相馬、竹地、藤山の3党会談が行われ、相馬がカルテル廃止に傾いたために1934年に解散となった。その後の価格調整については大日本政党、三井物産、明治商店、安倍美幸商店の定期打ち合わせで行われることになっている。1932年、明党事件、または明治政党事件と呼ばれる脱税疑惑事件が持ち上がる。事件は最終的に税金に関する大蔵省と警視庁の見解の違いと判明し、大蔵省黙認の話であったとして、明治政党に対して追徴金及び罰金72万8,000円という比較的軽い処分に終わっている。ただし、当時は政党政治時代の終焉期であり、国民の政党や財閥に対する不信感を背景に、政友会と民政党との対立の影響を受け、新聞の大衆迎合主義的な大企業批判によって非常に大きな事件として世間を騒がせることになった。事件は1931年に脱税に関して明治政党に対する告発があり、取り調べられたことに始まった。後に分かったことだが、輸入砂糖の規定時間外の荷上げ作業に不満を持つ従業員がこれを脱税のためと誤信して触れ回ったため、その情報が回り回って、横浜検事局の知るところとなり、それがさらにマスコミに伝わって報道されたのがきっかけだった。この時も新聞はかなり書き立てていたが、時の政権与党が明治政党寄りの民政党だったこともあり、すぐに収束した。ところが1931年に犬飼毅内閣が誕生して政権が政友会へと移ったため、民政党への格好の攻撃材料としてこの事件は徹底的に調べられた。調べが進むに従って、明治政党が事態の早期収束を図って事件を糾弾する一部勢力に金品を渡していたことが発覚したため、事件はかえって大きく取り上げられることになった。さらに、明治政党が事件をもみ消すために民政党に30万円の手形などを渡したと、新聞で報じられたため、ついに警視庁により、相馬ら明治政党幹部を拘留しての取り調べが行われた。相馬が拘留されたのは1932年4月14日だった。記録好きな相馬は、その詳細を自伝、古記正記に記している。それによると、警視庁の警部が取り調べを行い、相馬に対して経理上の不正を問い詰めたが、相馬は知らぬとの一点張りで通している。取り調べは強硬だったが、それ以外の留置所での待遇は比較的丁寧だった。相馬の入った留置所は直前まで血明団事件の幹部が使っていた比較的清潔な一人部屋だった。朝食は1合の白飯と1碗の味噌汁と漬物、昼食には副食として肉、または魚がつき、夜は野菜であった。もっとも同時期に収監された部下の有島は、交流中の冷えにより、その後季節の変わり目にしばしば頭痛を起こすようになっている。5月2日には市ヶ谷刑務所に移され、5月11日に解放された。この4日後に、いわゆる 5.15 事件が起こっている。大々的な取り調べにもかかわらず、警視庁が事件性ありと判定できたのは、粗当の非課税区分をめぐっての不正が見つかったのみだった。当時純度 95% 未満の糖は粗糖とされ、非課税対象だった。ところが、台湾での明治製糖の技術力が上がり、粗糖の段階で純度 95% を超えることが時々起こった。これは、特号という扱いで規則では、課税対象となったため、明治製糖の技術者が検査の際に不当に純度を低く申告することがあった。相馬も、この事実を知らず、一方でこの会計処理は、大蔵省も、黙認のことであったが、結局これだけは、罰金と追徴金の対象となった。相馬は回想録の中で、かかる、小糖細工の結果が、この大事件を起こしたことになったのは、誠に遺憾至極のことであったと述べている。この事件は、政党政治と大企業に不満を持つ新聞や、右翼の格好のネタになった。例えば全日本広告同志会は1932年の書籍の中で、明治製糖が関直彦、中島盛俊、西岡武次郎に便宜を依頼したとして、かくては実に会社と既成政党とは共に国家の害虫であると断ずべきであると結んでいる。あるいは同じ1932年に法治新聞は、税務署長である相馬の娘婿俊夫が、明治製糖株をめぐって、怪しげな動きをしていたとの報道を行っている。また、1932年8月からの臨時議会では、政友会の浜田国松、つくも国利らが政府を追及している。相馬は明糖事件に責任を感じ、1932年10月に明治製糖社長を一時辞任している。本社2階に重役が集まって、辞任の経緯が説明された際、腹心の部下有島は声を上げて泣いた。それにつられて、相馬も大声で泣き出している。この時、部下の有島も辞任を希望したが、相馬に差し止められている。この事件は、相馬に大きな印象を与えており、後にこの様子をたびたび家族に語って涙を流すこともあったという。相馬は社長辞任後も明治製糖に残り、後任社長の原邦蔵を助けた。少し後の1934年に帝人事件が発生すると民党事件は影が薄くなったが、同年、相馬が社長復帰しようとすると、大蔵省は時期が悪いと案に差し止めている。この様子を1935年の国民新聞は、相馬くんの仕事の手口は相対に陰性で人目に立たぬため、いろいろに言われると記している。社長辞任後も仕事を続けるが、自伝には、行楽やボランティアの記録が目立つようになる。例えば1934年の朝鮮視察の際には、金剛山観光、東北視察に出かけた際には、帰路白馬岳登山を行っている。1936年、ようやく明治製糖 OB や監査役が相馬の復帰に動き出し、翌年2月8日、原が取締役会長、相馬が社長、有島が副社長という体制になった。同年、明治製糖研究所を独立させ、相馬は顧問として鈴木梅太郎、真島敏之、加藤与五郎といった一流の学者を招くのに尽力している。1937年には母校ミシガン大学100年記念式に参列し、ミシガン大学に研究資金1万円を提供して、自身の名を冠した相馬精密実験室を設置させている。合わせて、ヨセミテ国立公園、ナイアガラ瀑布観光をしている。さらにヨーロッパに立ち寄り、パリ万国博覧会、ソグネフィヨルド、人魚姫の像を見学、ベルリン700周年記念祭にも出席している。もっとも、観光だけではなく、乳牛買い付けなど仕事もこなしている。1942年4月27日、明治製菓会長を辞し、相談役。1943年、明治製糖相談役。相談役になってからも、実権を握り、重役の辞令やボーナスは相馬が渡していた。1945年5月25日、伊皿子の本邸が東京大空襲で焼失、鎌倉市大町の別邸に移る。6月26日に入院。相馬はジストマと聞かされ、そのための治療を受けるが、実際には癌だった。8月30日に退院するが、翌1946年1月7日、脾臓癌のため死去。1月10日、明治製菓ビル講堂にて社葬。戒名は、教明院大官、寺師哲夫孤児。長年の部下有島健介も、翌年死去している。死後の1955年、相馬の銅像が作られている。明治製糖は1996年、大日本製糖株式会社と合併し、大日本明治製糖となった。相馬の近親、1937年。相馬半次、妻清子父が武士の商売で失敗したため、半次の幼い頃は貧窮を極めた。苦労のため、母も半次が幼い頃に亡くなっている。数え16歳で仕事のために家を出るが、毎週末には父に会うため家に帰る優しさを持っていた。ところが17歳で上京してからは、31歳で父が死ぬ時まで一度も故郷に帰っていない。自身がそうであるだけではなく、後年、部下が8年ぶりに故郷の両親に会いたいと相馬に希望した時も、それは君、無駄なことだと激しく言ったという。1898年、第152国立銀行の設立に携わった松田通信の仲介で、旧南部藩出身の下留清子と結婚して、婿養子になる。ただし半次が仕事などで家を空けがちだったので、妻の実家の受けは良くなかった。1904年、長女春子が生まれ、1906年に姓を下留家の本姓相馬と改めて相馬半次となった。下留家は一族の祖先に相馬大作を持つことで有名な家であったが、この姓にしたため、後に福沢諭吉の婿養子である福沢桃介に相馬半次という職人らしき名前の持ち主の人によって主催せられる明治製糖と書かれ、それがさらに相馬半次という大工のごとき名の人を人頭にいただく明治製糖という形で書かれたこともある。1908年5月、長男秀夫が生まれるが、翌1909年7月に100日咳と肺炎を発病、8月6日に2歳で死去する。長男が死んだ際、相馬は台湾で役人の接待のため日本に戻れなかった。病変があるたびに家族から電話で呼び出されたが、今は大事な会社の用事だから医者によく頼んで何とかしなさいと答え、接待の場にそ知らぬふりで戻っていた。しかし、後々まで長男の死を思い出しては涙ぐむこともあったという。1930年の自伝、還暦正気の中で家族について触れ、同居人は妻、娘春子と、婿養子の俊夫、次男、清明、妹婿の子供あと夫と数人の雇い人と語っている。妻も大切にした。1945年5月の東京大空襲の際、妻とバラバラで逃げた部下に対して、女房を捨てて一人で逃げるバカがあるかと散々、怒鳴りつけている。相馬は、部下の提案を即座には、受け入れない癖があった。また、相馬が部下を叱るときには、周り中に聞こえる大声だった。例えば1931年頃の大晦日、小田原のある建物の屋上の明治チョコレートの看板が、秋の台風でやや曲がっているのを発見すると、明治商事好み入部の常務を電話口に呼び出し、看板が今にも落ちそうな場所があり、明日が暗淡というのに不定裁である。本日中に修繕せよといった風だった。あまりにしょっちゅう怒鳴り散らすため、相馬台風とのあだ名が付けられた。ただし相馬は、大声で叱った後は、大声で笑って、場を取りなそうとするのが常だった。相馬に何か提案するときは、機嫌が悪いときには通るものも通らなかったので、周囲は相馬の機嫌を確認するよう注意を払っていた。また、部下の独断を嫌い、例えば部下が指示を独断で変更したことを知った。際には、社長室でテーブル掛けごとタバコ本を投げ飛ばしたこともある。ただし、自身は癇癪を起こしているつもりはなかった。明東事件で拘留された際、娘婿に、お父さん、これからはあまり怒らない方がいいですよと、注意されると、誰がお前にそんなことを言ったのか、俺は怒ったことはなく、注意しているだけだと返している。相馬は、明治製糖会長の小川と共に、社内での倹約を徹底した。社用品の使用も厳しく禁じた。社用車は持たず、重役の車は自便で用意させた。このため後に、総マーケチとの悪評も立ったが、関東大震災の折には多額の寄付を行い、1928年にその功績により紺綬褒章を受けている。無駄は嫌いだった。1927年に両国工場を作る際、設計担当者が将来の拡張に備えて工場2階の強度を 1.5 倍にしようとしたところ、将来のことはわからないのだからとその部下を散々に叱ったため、その部下はその内容を30年後にも忘れることができなかったほどである。総マーケチとの評判を時々されたが、部下からはそうとも言えない話がいくつか伝えられている。例えば、部下が高価な冷却機の購入を提案したとき、相馬は、俺は失敗すると思うが、お前はその責任を取れるか。失敗したとき給料から差し引くぞと言って許したが、結局その部下は失敗した。しかしそのことでその部下を責めなかった。相馬は上流社会の人と交流するのが好きだった。1920年、大隈重信の元別荘を手に入れる。後の関東大震災で被災したが、修復して、和楽荘と命名、北白川宮重久大一家、国宮国彦大一家、光順皇后とその子供らを招いている。国宮とは時々ゴルフをする間柄でもあった。なお、和楽荘は、皇太子誕生を機に、警視庁に寄付している。杉村蘇人館も、旧来の友人で、よく共にゴルフをやった。明治製菓の工場に皇族を呼ぶのも好きで、1927年には国宮国彦大夫妻を川崎工場に招いている。その後も寛永の宮琴仁親王と春妃敏王妃、直子、伏見の宮博康大夫妻を招いたり、朝霞の宮深志子や茅の宮国和を学習院の学友一同と共に招いたりしている。また、目上の者には丁寧だった。例えば1933年に、久しぶりに、明治政党の恩人、渋沢栄一と夕食を同席した際、相馬が挨拶をするときに、渋沢がいくら勧めても席に座ることはなかった。また、接待の際には部下に、客の趣味などを調べさせて、客との話を盛り上げようとしたり、提供する食事の内容を吟味したりと、綿密な注意を払うのが常だった。社員一同の懇親会の際にゴンベイの種まきの踊りを披露したり、接待の席で客に芸を壊れて困る部下の代わりに、棚のだるまさんの羽歌を披露したりもしている。ありがとうございます。